北緯35度46分43.4秒、統計139度47分46.7秒、北緯35.778722度統計139.796306度、35.778722139.796306。成人病院は東京都足立区にある医療機関。2007年6月に開院した足立区で5カ所目の 精神科病院である。位置は、足立区西新井の肝7通り沿い、医療法人社団、成人の理事長である片山成人が院長を務める。6階建てで1階は、外来診察。一見して病院に見えない、病院外観が特徴的である。急性期治療を目的として開設された、114床の病棟を持つ。公表によると、 年間入院患者数は499名、年間退院患者数は399名とのことである。同病院の外来は完全予約制となっており、外来訪問時は事前に電話予約を取る必要がある。職員数は196人、看護師25名、作業療法師19名、放射線技師19名。医療法人社団なり人は、 他にも認知症患者のみの受け入れを行う、介護老人保健施設、成人、と、茨城県鉾田市のう、エルサンテ対応、成人委員を運用している。会員して2年足らずで、実験的に院内で保育園の開園事業を呼び、職員向けの指定外保育園事業を開始した。また看護師の採用にはフィリピン等の外国人看護師を積極採用している。ありがとうございます。